真剣交際と思ったのに結婚まで行かず、遊ばれたことを根にもたれ復讐される事件はよくある。その恨みは凄まじく、時には人命が失われることもある。今回の事件はその類のものであるが、犯人がとても美人ということで一部で非常に話題になった。2020年10月、娘がトラブルで人を刺したという通報があった。その日の午前8時過ぎ、通報を受けてマンションに駆けつけた警官が見たのは、すでに動かなくなっていた住人の白井司さん35歳と放心状態の女性だった。女性の名は高橋舞、当時29歳。高橋は指に怪我、首にも自ら絞めたような跡があり、意識ははっきりしておらず、警察の質問に対してもしどろもどろだった。高橋舞も白井さんも病院に運ばれたが、白井さんは間もなく死亡が確認された。連行中の高橋舞がニュースで放送された時、 SNS などでは犯人が美人、なんでこんな美人が犯罪よといった書き込みが多く見られた。結論から言うと、高橋舞の復讐である。被害者の白井さんは東京丸の内の事務所に勤める税理士、住んでいたマンションは奥地下い物件で、年収も相当に高かったと思われる。一方、犯人の高橋舞も容姿に恵まれており、学生時代から目立つ存在だった。そして年齢も30を超える頃に真剣に結婚を考えて交際していたのが白井さんである。2019年12月に2人は知り合い、交際に発展。翌年には白井さんの高級マンションで同棲を始めた。最初は仲が良かったものの、白井さんは周囲の知人に彼女の束縛が強すぎると不満を募らせていた。夏頃には高橋さんも我慢の限界を迎えたのか、マンションを出て一旦別れた。しかし間もなく復縁。これで少しは高橋の白井さんに対する束縛も落ち着くかと思われたが、全く変わらず、むしろ以前より揉めることが多くなった。そして交際から1年も経たない10月26日、白井さんは高橋に今度こそ別れを告げ、連絡を絶った。30を超えて結婚を焦っていた高橋は白井さんに何度もメッセージを送ったが、返信はなかった。連絡が取れなくなって3日後、高橋さんは最後の手段に出る。白井さんのマンションに行って鍵業者を呼んで合鍵を作ってもらい、白井さんの部屋に侵入したのである。この時高橋は刃渡りが10センチ以上で分厚く、焚き木を割ったりすることもできるアウトドア用のモーラナイフを握りしめていた。そして事件のあった日、友人らと飲んでいた白井さんはマンションに帰り鍵を開けると、そこには高橋の姿があった。相当に怖いシチュエーションだったと思うが、白井さんと高橋はそこでも激しく口論。そしてこの段階に来てようやくもう関係を修復するのは不可能だと悟った高橋は、白井さんを殺すことを決意したのである。その恨みは凄まじく、白井さんはナイフでめった刺しにされた。肺にまで達する傷もあり、刺しまくった直後にまだ息のあった白井さんに対し、ネクタイで数分間にわたり首を絞めて窒息させた。これほどまでに高橋が白井さんに憤っていたのは他にも訳がある。白井さんは高橋さんと交際している間、別の女性とも交際していた。白井さんが朝女性と2人でゴミ出しをしている姿をマンションの住人が目撃しており、その女性は高橋ではなく、しかも日によって違う女性だったこともあり、白井さんは複数の女性と遊んでいたのである。そういった経緯があったものの、とうとう人の命を奪ってしまった高橋。母親に白井さんから一緒に死んだら楽になると持ちかけられたという内容で、白井さんを刺してしまったことを報告。母親が警察に連絡し、警察は高橋舞を逮捕したのである。
高橋の証言はコロコロ変わっており、最初に駆けつけた救急隊員には白井さんに刺されそうになったから刺したと話し、少し経った後に別の隊員が聞いてみると、白井さんが一緒に死のうと言って刃物を取り出し自決を勧めたので刺したとも証言している。逮捕後も高橋の供述は一貫していなかったため、真相解明は裁判に委ねられた。高橋は起訴内容については認めたものの、辻褄の合わない証言は変わらず続いていた。ナイフを刺したことについては、最初にナイフを持っていたのは白井さんで、ナイフを奪い返そうとして白井さんが倒れた時にナイフが胸に刺さったと、あくまで故意ではなく過失を装った。白井さんの直接の死因となったネクタイでの首締めに関しては、すでに白井さんが死んでいるのではないかと考えた。自分はネクタイで首を絞めて自決しようと考えた際、白井さんと同じような死に方をしたかったので白井さんの首を絞めたと証言。高橋は自分も死のうと考えていたというが、本心はわからない。一方で事件当日に白井さんから髪の毛をつかまれ蹴られるといった暴行を受けたと言って正当防衛も主張した。白井さんも高橋さんと交際しながら別の女性と遊ぶといった不義理もあり、高橋に同情する点はあるものの、人の命を奪っておきながら正当防衛、白井さんに誘われた心中未遂と証言する高橋に裁判官も首をかしげた。そして高橋舞に下された判決は懲役15年。裁判長は深い傷を負って動けない白井さんの首を絞めたことについて、確実に命を奪おうとする意思があって冷酷と指摘。救急隊員に自分が刺されそうになったと虚偽の説明をしたことについて、被告の嘘は白井さんに責任をなすりつけて自己保身を図ろうとするものであり、犯行と同様に自分のことだけを考えたものであると断じた。高橋の束縛はかなりのものだったらしく、ゴルフの練習場にも本当に白井さんがいるかどうかの確認までしていたという。確かに白井さんには不誠実な行為が多々あった。とはいえ関係修復に応じない白井さんの命まで奪うのは身勝手極まりない。白井さんが不貞行為をしていたという報道があると高橋に同情の声もあり、白井は復讐されて当然といった書き込みもある。しかし結果は懲役15年と情状酌量の余地はほとんどなかった判決が下されている。高橋は逮捕後の報道の視聴者の反応を見てもわかるように、一般的に美人と言われる容姿である。学生時代などは周囲からもてはやされていたであろうことは想像に難くない。しかし30歳を過ぎて内心焦りがあったのか、高年収夫との高級マンション住まいのセレブ婚を目前にして、相手に遊ばれただけの勘違いと分かったらナイフでめった刺しにしてしまうのもありえるかもしれない。女性の貴重な人生の時間をもてあそぶことは女性にとっても迷惑であるし、男性にとっても非常にリスクのあることである。もしかしたら白井さんは高橋でなくとも他の女性によって復讐されていたかもしれない。プレイボーイも考えものである。